はい、こんにちは、レトスのものです。本日なんですけども、明日7月3日から、卓券の申し込みが始まるんですね。なので、ちょっとその内容について、えー、お伝えをいたします。こちら、卓券試験で打っていただくと、下にスクロールしていただくと、一般財団法人、不動産適正取引推進機構、えー、こちらございますので、こちら、クリックしていただきます。えー、そうすると、卓券試験のスケジュールという、えー、項目出てきますので、こちらもスクロールすると、 インターネット申し込みの場合は7月3日から7月19日まで。郵送申し込みの場合は7月3日から7月31日までと決まっておりますので、まあ、詳しい内容はこちらクリックしていただいて、どん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 進んでいくと内容わかりますので、ご確認いただければと思います。まあ、インターネットでも郵送申し込みでもどちらでもいいと思いますで。郵送申し込みの場合は試験の申し込み書を取りに行かないといけないんですけども、それは ここですね、試験の案内配布期間を押していただいて、下スクロールすると、こちら、試験案内申し込む書の配布場所はこちらありますので、こちらクリックしていただき、これ下スクロールしていただくと、都道府県別でどこで配布しているのか書いてあります。まあ、おおよそですね、大きめの書店に行くとありますので、まあ、それぞれ。 え、試験地見ていただいて、どこで配布されているのかを確認した上で取りに行っていただければと思います。まあ、申し込み後回しにしちゃうと忘れちゃう可能性ありますので、もうできるだけ早めにお申し込みいただければと思います。それでは本日の3問に入っていきます。A は B の代理人として B 所有の土地について C と売買契約を締結した C は A を B の代理人と信じていたが B はこの売買契約について A に代理権を与える旨の表示をした事実はなく、また A は B に対して何らの代理権も有していなかった。この場合、売買契約は有効に成立しているが、B は売買契約を取り消すことができる。丸か罰かという問題です。で、答えはツですね。問題文の中に A に代理権を与える旨を表示した事実はない。 また、A は B に対して何らの代理権も有していなかったとえ書いてありますね。つまり、これ簡単に言うと A は無権代理人だということなんですよ。無権代理による契約っていうのは有効に成立しているとはならないんですね。したがってえ、罰です。この有効に成立している、この部分が誤りだということですね。 で、このあたりはもうきっちりですね、これ問題文を理解するということが重要なので、ちゃんと A は誰なのか、B は誰なのか、C は誰なのかっていうのを、まあ、図を書きながらですね、えー、読み進めていくのがいいと思います。まあ、今回で言うと、A は B の代理人なので、A が代理人で、B が本人ですね。で、C が相手方というような関係性になります。では問い2です。宅地建物取引業者は本店を移転したため、その最寄りの 供託所が変更した場合、国際証券を持って営業保証金を供託しているときは、地体なく従前の本店の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければならない、ルか×かという問題です。で、答えは、これ×ですね。営業保証金の保管替えを請求できるのは、金銭のみで供託している場合です。本文のように、 国際証券で教託している場合、この場合保管えはできません。二重教託っていう手続きをしなければいけないですよね。ただ、まあ、これだけ覚えるのは非効率な勉強です。保管えと関連する重要ポイントを合わせて勉強することで、頭を整理する勉強法を取った方が効率的ですし、試験前の時期になって、あれどっちだったっけと混乱することも少なくなります。短期講座ではそうならないために、 効率的な学習ができるようにしておりますこの問題では関連するポイントだけではなくなぜと思われる疑問点を解消するための理由についても解説しておりますなので気になる方は短期講座をご検討いただければと思います短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますのでぜひご確認くださいで3問目ですね都市計画法です市町村が定める都市計画は議会の議決を経て 定められた当該市町村の建設に関する基本構想に必ず即したものでなければならない。丸か罰かという問題ですね。で、よくある裏技の本とかに書いてあるのは、この必ず何々しなければならないっていうふうに限定しているものは、罰にするっていうのが、まあ裏技の一つなんですね。ただし、実はこの問題、丸なんですよ。つまり、その裏技が使えないんですよね。 だから、その、裏技に頼るのではなくて、ちゃんと、えー、頭に入れるということが、やっぱすごく重要になります。で、ルールはここに書いてある通りなんですけども、えー、問題の内容よりも、やや詳しくしたものになります。こっちがやや詳しい。解説の方がやや詳しい内容ですね。で、まず、市町村が定める都市計画についてのこれ話なんですよね。で、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想って書いてありますよね。 ま、基本構想っていうものを市町村の議会で決めるんですよ。市町村には議会ってありますよね。えー、ま、市町村の議員さんの集まりです。議員さんが集まって、この市町村の都市計画をどうしていくのかっていうのを、ま、考えて、みんなで話し合って、議決していくと。で、この市町村の議会で決まった基本構想、これに従って、市町村は都市計画をまず定めなければいけないんですね。で、さらに、 都道府県が定める都市計画っていうのもあるんですよ。市町村と都道府県っていうのは法律上は実は並列なんですね。上下関係って実はないんですよ。ただ、都道府県っていうのは管轄が広いじゃないですか。広い範囲での計画を立てて、市町村がちっちゃなね、その各部分の小さな部分の計画を立てていく、管轄しているって話なので、上下関係はないにしてもやはりですね、都市計画については、 都道府県が定めた大まかな計画にやっぱり即した計画を立てていかないとやっぱ矛盾が生じてきますよね。なので市町村が定める都市計画っていうのは都道府県が定める都市計画にちゃんと適合しなければいけませんよ。矛盾が生じないようにしてくださいよっていう内容になります。で先ほども言った通り必ず何々しなければならないっていう問題を見るともうこれでね、バスにしたいと思っちゃうんですよ。 ただ、こういったテクニックだけでは答えられなくなってきているのが達見なんです。なんで、合格したいと思っているのであれば、テクニックに依存するんじゃなくて、ちゃんと基本的な勉強の仕方ですね。暗記する部分は暗記してもらっていいので、理解すべきところをちゃんと理解をしていくということをしっかり行っていただければと思います。本日も最後まで動画見ていただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。 そして短期集中実力アップ講座の特徴はこちらの動画を参考にしてみてください。他の通信講座や予備校と何が違うのか、どうして短期間で実力を上げることができるのか、そこまで解説しております。今年あなたに絶対合格していただきたいと思っておりますので、一緒に勉強して私と一緒に今年の合格を喜びましょう。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。